沖縄市産婦人科医療クリニック島袋文です。先日つわりなんて怖くないってことでつわりについてお伝えしてますけど、今日は具体的なつわりの対策についてお伝えしたいと思います。で、恩田先生のですね、この本とあと私のおすすめをいくつか組み合わせたのがこちらの方のつわりの症状を軽くするためにって一覧なんですけど、まあ、むっちゃいっぱいあるんですけれど、この中を参考にして吐き気とか頭痛とかね、眠気とかいろんなつわりの症状を乗り切ってもらえたらいいんじゃないかなと思います。で、まずですね、一つ目がですね、水だけを飲まないようにする。で、水分がやっぱり必要なので吐いてしまったりとか、食事取れなくてもせめて水だけは飲まないといけない。その時に何にも入ってない水だけを取ると血液が薄まってしまって余計気持ち悪くなってしまうかもしれないんですね。なのでその場合には塩とかあとにがりなどを入れてミネラルを取ってあげるっていうのがとても大事です。あと妊娠初期にですね、ナトリウムの不足っていうのもつわり症状をひどくするので、塩分をしっかりとるっていうのもとても大切です。塩はその時に海水からできたいろんなミネラルを含んだ塩、工場で作られた NaCl の塩じゃなくっていろんなミネラルが入ってる塩をぜひ使うようにしてください。それからあとですね、タンパク質を取ると吐きやすくなるってことがあるんですね。で、これはですね、どうしてかっていうのは別なコラムと動画で説明してるので、またそちら見てもらったらいいんですけど、まあ、タンパク質を取ったら吐いてしまうっていう場合には、まあ、一時的に少しタンパク質を取るのを控えながらマグネシウムとかあと乳酸菌、ビフィズス菌などを取るっていうのがおすすめです。またグルタミン酸を取るっていうのも非常に体にいいので、ぜひこういったのも試してください。で、乳酸菌とビフィズス菌両方入ってるのがレベニエスっていう、まあ、保険のお薬になるんですけど、まあ、こういったのを組み合わせて取るとタンパク質取って入ってしまうっていうのが少し防げるんじゃないかなと思います。あとご飯やパンだけ、でんぷんだけを取るとうまく消化できなかったりとか気持ち悪くなったりするので、塩を一緒に取るようにするっていうのがおすすめです。ご飯と一緒に梅干しを取るとかね、そういったのは理にかなってるんですね。あとは温かい食べ物っていうのがアンモニア臭がしてしまって食べにくい、そういう美味しくないとか気持ち悪くなるっていうことが結構あるので、その場合には温めないで常温もしくは少し冷たくして食べるっていうのもありです。あと塩は積極的に取ってください。海水からできた塩を積極的に取ってください。あと糖分だけを、砂糖とかですね、糖分だけを取りすぎるとビタミン B1 不足になってしまうんですね。で、ビタミン B1 不足になると、まあ、最終的に吐きまくって非常にビタミン不足がひどくなるとウェルニッケ脳症って言ってね、脳障害を起こしてしまうような大変怖い病気になったりしますので、甘いものを取りすぎは気をつけてビタミンをしっかり取るようにしないといけないですね。あと牛乳を避けるっていうのも大事です。牛乳っていうのはすっごくカルシウムが多い飲み物なんですけど、これを取ることでですね、血液中のカルシウム濃度が急上昇するとすごく気持ち悪くなってしまいます。で、カルシウムとマグネシウムのバランスが大事で、マグネシウムが足りないとやっぱり非常につわりの症状に悪いので、マグネシウムを積極的に取ってカルシウムが多すぎる牛乳は飲まないようにしてください。あとカリウムの多い食材をですね、しっかり摂るっていうのも非常に大切です。あと1回に食べる食事の量を少なめにして回数を多く摂る、これも血糖値が下がりやすくなるので、回数を多くすることで血糖値が下がるのを防ぐのと、お腹が空きすぎてたくさん食べ過ぎちゃうっていうのも防ぐことができるので、1日5回食とか6回食とかですね。で、そういう時におやつとして甘いものを摂るんじゃなくて食事を5回に分けるっていう風にして少しずつ食べるっていうのがおすすめです。あとマグネシウムを多く含む食品っていうのをしっかり摂るようにしてください。アーモンド、いりごま、カシューナッツ、納豆、豆腐、きなこ、大豆類ですね。あと牡蠣、貝の牡蠣ですね。あとマイワシ、ワカメ、枝豆、バナナ、アボカド、切り干し大根、ほうれん草などですね。あと便秘がある場合には酸化マグネシウムってお薬があるんですけど、こういったお薬を積極的に使うっていうのもいいと思います。あとマグネシウムを取るのには私はにがりがおすすめです。あとレモンやお酢を食品と一緒に食べるようにするようにすると食べやすくなって気持ち悪いっていうのが防ぐことができたりしますね。まあ、それでも食べられないっていうだったら食品添加物でクエン酸っていう粉があるんですけど、こういうのを食品の 1% か 2% くらい少し混ぜて食べると食べやすくなったりするっていうのがあります。あとつわり時期にすごい匂いが気になって気持ち悪くなって大変って場合にはアンモニア消臭マスク、匂いを
こう完全にシャットアウトするってマスクがあったりするので、そういったのを使う。あと緊急的にですね、今そういうのが完璧な消臭マスクがないけどすごい気持ち悪いっていう時のために 1% クエン酸、水に 1% クエン酸だから 100ml の水に 1g のクエン酸を溶かしたものですね。こういうのをスプレーできるように持っておくと、ガーゼにこうシュッてして、それを口と鼻にこう当てると、その気持ち悪い匂いがこう感じなくなったり、あと普通のマスクに挟んであげる、こういっただけでもかなり楽になります。あとお風呂に入ると気持ち悪くなる場合には、足湯で体を温めてあげて、体を洗うのはシャワーで対応するようにしましょう。あとお腹を冷やすとですね、気持ち悪さが非常に増してしまったりするので、腹帯を巻いてお腹を冷やさないようにする。それからそれでも吐き気があるようだったら、お腹の上の方にですね、温湿布、タオルを温めたものを当ててあげるとかして、お腹を温めてあげると気持ち悪さが少し楽になったりするかもしれません。あと夜眠れない時にもガスが溜まってお腹が張って眠れないことが結構妊婦さんあったりするので、そういう時にもお腹に腹巻きをしてあげたりとか、あとはバスタオルをお腹に巻いたり、あと温湿布、温めたタオルをお腹に当ててあげるようにしてください。その時にずっと寝てる間温め続けると、深い眠りでいい眠りにならない、体から体温を逃がして深い眠りに入っていくので、一旦温めて吐き気が少し楽になったら、そのまま温めてるのは外して寝るっていうのがおすすめですね。で、特に足から体温を逃がすので、靴下は脱いでから寝るようにしてください。それから朝食が食べられるんだけど昼以降食べられなくなっちゃうっていう時には、ベータアミラーゼを含む山芋、カブ、大根、人参、キャベツ、こういったものを生で食べるようにすると食べられたりする。それでもダメだったら、吐き気に良いって言われるいろんな漢方があるので、そういったのも試してみるっていうのもいいかもしれません。あとビタミン B1 を積極的にとって、ウェルニッケ脳症を予防するようにしましょう。食べられないものが多いんですけど、先ほど言ったようにクエン酸を混ぜるとかしてね、工夫して食べるようにするといいと思います。で、豚肉、玄米、ナッツ、大豆、カリフラワー、ほうれん草、枝豆、ブロッコリー、豆苗、ニンニク、芽キャベツ、こういったものにビタミン B1 が豊富ですよっていうことで、ただ熱を加えるとですね、ビタミンっていうのは壊れてしまうので、できれば生で食べられる野菜とかは生が優先、生もしくは煮る蒸す、焼く揚げるはなるべく避けるっていう方がおすすめですね。で、どうしても食べられない時にはやっぱりこの脳症を予防するためにもビタミン B1 入りの点滴を積極的に受けるっていうのがつわり時期には大切だと思います。あと早朝空腹時の吐き気にはビタミン B6 を取ってみると楽になる場合があります。あと唾液がたくさん出て気持ち悪いっていう風になってしまうと、どんどん唾液を吐き出してしまいがちなんですけど、唾液には消化を助ける酵素がたくさん含まれてるんですね。で、この酵素をどんどん体から出してしまうっていうのは、体の栄養も不足してしまうことになるので、できるだけ吐き出さずに飲み込んでしまいましょう。で、吐き出し続けると酵素不足になってしまうんです。で、あとはどうしても吐き出しちゃう唾液が多すぎてっていう場合にも、他の漢方だったりとか、後から言うホメオパシーって自然療法とかも対処しながら、なんとか、あとミネラルですね。ミネラル不足もやっぱりそういう異常が起こってくるので、しっかりミネラル、ナトリウム、カリウム、マグネシウムがポイントですけど、あと亜鉛もですね、こういったものをしっかりとるっていうのも大事です。それから歯磨きですね。歯ブラシを口に入れると気持ち悪くって歯磨きができないって場合には、歯ブラシをうんと小さいものに変えたり、あとどうしても歯磨きできない場合には、口の中の清潔を保つためにエピオ水でうがいをしてあげるっていうのも大事です。あと首こり頭痛が起こるっていう人が結構いたりするんですけど、妊娠初期頭痛の時に痛み止めなかなか使えませんけど、後頭部の骨のあたりをマッサージしたり温めてあげるっていうのが頭痛を楽にする薬だけに頼らないコツっていうのでありますね。あと偏頭痛がある場合には側頭部を冷やしたり、あとマグネシウムをしっかりとってあげる。あと頭痛にですね、上咽頭擦過治療が有効だったりする場合もあります。もう本当に頭痛があって痛み止めとっても効かないし、もうどうしようもなく辛いっていう人にですね、この上咽頭擦過治療を行ったところですね、頭痛が良くなってなんとか楽になったって方がいました。あと激しい運動は控えた方が気持ち悪さを防ぐことができるかもしれません。ただ軽い運動は逆に気持ち悪さを楽にする可能性があるので、自分できつくない程度の運動っていうのはおすすめです。
あとストレスですね、難しいことを考えたり仕事をしたりとかっていう風にすると気持ち悪さが増す場合にはそういうストレスを避けてあげる。逆にですね、仕事の時は気を張って気持ち悪さを忘れるんだけど、ほっとして家に帰ってきたらもう気持ち悪くて大変なんて人もいますけど、まあそういうところでもこのリラックスしたところで気持ち悪くって大変なところをサポートするいろんなね、栄養とか、リラックスできるグッズとかを使うっていうことで吐き気対策をやってみてください。あと生姜がですね、吐き気を予防するのにすごくいいっては言われてるんですね。生姜の絞り汁をいろんなのに使ったりとかっていうのもいいです。あと 150ml ぐらいの炭酸水を飲むと吐き気が楽になる場合があります。ただ逆にですね、たくさん飲みすぎるとお腹も張って気持ち悪さが増してしまうので、少量の炭酸水を飲むっていうのがポイントですね。あとそれでもですね、吐いてしまうっていう風になってる人はもう点滴をして一時的にでも栄養補給をしとかないと脳症を起こしてしまうことがあるので、ぜひ病院を受診するようにしてください。で、先ほどちらっと言いましたけど、体の自然治癒力を高めるホメオパシーっていう治療法があるんですけど、まあこれが非常に効果がある場合があります。で、ゆいクリニックでは様々なつわりの症状にですね、ホメオパシー処方してるんですけど、まあその中で5割以上の人には効果が認められたっていうことで、まあそういったのを利用するっていうのもありじゃないかなと思います。ホメオパシーについては詳しくはこちらで紹介してますので、コラムと動画の方を見てください。あと恩田先生がですね、塩飴と経口補水液手作りもできますっていうことで紹介してるんですけど、その作り方がこちらにあります。で、本田先生のレシピでは白砂糖かグラニュー糖になってたんですけど、まあちょっとでもミネラル取れた方がいいかなということで、白砂糖のレシピを黒砂糖に変えています。ただこれ作るの大変だよねっていうところで、まあ今後作ったらそれをまたご紹介したいなと思うんですけれど、ネットで検索した無添加塩飴って言ってるんですね。原材料が砂糖、水飴、あと海水からできた塩ににがり、これ完璧じゃないですかっていうことで、まあ口の中にですね、塩飴入れると気持ち悪さとか口の中のネバネバ感とか喉の違和感がすごい楽になったっていう人が恩田先生の症例でいたっていうことなんで、この無添加塩飴を利用するっていうのもありじゃないかなと思います。あと脱水予防にですね、水を取るときに水だけはよろしくないので、まあ、砂糖や海水からできた塩、それからレモン水とかシークワーサー水を少し混ぜてあげるっていうのもいいんじゃないかなと思います。市販のスポーツドリンクとか経口補水液の OS1 は人工甘味料が入ってたり砂糖が多すぎたりするので、まあ、これはちょっと控えた方がいいかなと思います。で、できればですね、妊娠前からやっぱりしっかりミネラルを取るっていうのがすごく大事で、ミネラル不足にな、妊娠初期にミネラル不足になるとやっぱりつわり症状がひどく出てくることがあるので、妊娠前から対策ができるんだったらしっかり栄養を取る、あと体を整える、もう軽い運動はね必須ですね。で、すでにもうつわりで苦しんでしまってるって人は、次の妊娠もしくは妊娠しないもうこれで終わりですって人でも、やっぱりこれからですね、年を取っていくと更年期老年期と元気で若々しくいるためにも栄養と運動っていうのを大切にして体を整えていくっていうことをやってもらえるといいんじゃないかなと思います。で、関連コラムとしてつわりで酸っぱいものが食べたくなるっていうのもご紹介してますので、よかったらこちらの方もご覧になってください。以上ですね、具体的なつわりの対策についてご紹介しました。ありがとうございました。